我らをお守りください。大変です。日吉の湯につながる橋が猛虎に奪われました。往来の多い橋を奪えば日吉を攻めやすいからな。よし、様子を見に行こう。ありがとうございます。重則様の紫電一閃をご存知ですか？その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。侍様、橋を渡れないのです。どうした？日吉の湯へ向かう途中で橋を渡ろうとしたら、猛虎が谷で待っていて下から矢を射始めたのです。怪我人が？文太、私の甥です。おとりにされておるのか。家族を橋から遠ざけておけ。あとは俺が。もっと叫べ、ワッパー！家族に見殺しにされそうだぞ。デルシェフ！ウチュペグ！アブラキジュルスヌニギナ！侍よふちっちゃい。
俺はここだ。どうしよう、取るけ。ああ、どうしよう。これで最後だ。文太を助けねば。矢が止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう渡ってよいぞ。兵は倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。俺がついてる。